長泉町の長泉幼稚園で昨日、箸を使い始める時期の4歳児から5歳児の園児17人に、池田治町長からマイ箸が手渡されました。長泉町は11月11日の箸の日の前後に、町内すべての園にマイ箸をプレゼントしています。この箸は、町有林のヒノキの間伐材を使って作られ、園児一人一人の名前が入っています。ご飯をいっぱい食べる。ピーマンの肉詰め食べたい。嬉しい。梅干し。間伐材で作った箸を、お渡しすることで、森で自然のことを考えてもらったり、たくさん苦手なものもチャレンジして食べてもらって、大きくなってほしいなというふうに思っています。